これをこれ取っとかれてないでしょ、このこれ私で使ったじゃないです。あ、なるほど。大きい人が使ってるんで。あ、大きい人、はい、私よりね。あ、そうですか。でもこれだいぶ昔でしょ。だいぶでも細い方ですよこれ。あ、そうなんです、ね。はい、これさん、なのでこれはですね、あのかなり S サイズの、あのここで普通こう素の手ってあのこれと合うって言うんですよね、これね、この大体この、本当だ、うんでしょ。ただほら、ね、っていうことはほら私、まあ、大きな方ではあるんですけど、要はこれほら短いんですよ。だからとって、あ、そういうこと。そうです、そうです。だから止まらないんですよ。うん、止まる人が少なくなるんですね。だから大きければ外すことができるんですけど、そういう意味でちょっと厳しいんですね。なんかベルトありますよね。ありますか。それは革ベルト。あ、いやいやいや、これの、うん、これがそれのセットだからですね。ただ分かりました。ここ自体が金が使ってあるので、あのこれここの黄色とか金なんですよ。なので、まあ、金の重さで大体あるというので、はい、あの、まあ、これでその金の重さで1万円というところですね。はい、はい、1万円、はい、測らなくても分かるんですか。あ、もう外さなくても、あの、もうこのぐらいはあるだろうということで、これあのちょっと外せないです。はい、いいです、お願いします。よろしいですか、まあ、はい、はい、どうしたいですか。免許証か保険証か何か身分証明などが必要になります。大丈夫でいいか。大体こう日頃から大体これが何グラムとかですね、なんかちょっとこういつもこう、なんか大体これ、あ、これぐらいが大体10グラムなんだなとか、そしたらこれよりも。職人さんで。なんかちょっとそうしないと、はれ、分ける、いちいち分解できないからですね。あ、確かに、ね。なので、あ、これぐらいが、例えばこんなの、これぐらいが、あ、10グラムなのかとかね。なので、うん、あ、これぐらいだったらこうだとかね。あと、比重とかもですね、これは金の比重じゃないなとかですね。重いでもそうやって見たら。あ、そうなんです。なので、そうなんです、そうなんです。なので、ちゃんとここに、あの、グラムあるなっていうのが分かるので、うん、それで、あの、出ます。でないと、まあそうですね、だろうっていうので計算しないといけない時もあるんですよ、こうやって。いちいちこれで測れないというか、もう機械が入ってるからですね。だからここの、この薄の薄さでもこれぐらいはあるだろうっていうので、まあ見る感じになりますね。で実際に分解とかしてみて、ああ、やっぱりこのぐらいの、これはこのぐらいの重さがあるんだとか、こう今までのこう経験値でしますね。あの、私もこのお店は何でお知りになられました？私、実家っていうか、ここなんですよ。あ、じゃあもう、はい、あ、じゃあもうお店のものですね、はい。ありがとうございます。すいません、これがですね申し込みになりますので、郵便番号から書いていただきまして、書いていいのかな、いいですよ、郵便番号まず書いていただいたら、もうこの今宿東からとかで結構です。で、まあ、特別、あ、そうですね、一応お願いします、はい、何かない限りはご連絡はないと思いますけど、一応ですね、すいません。あとお名前と振り仮名を振っていただくとありがたいです。で、生年月日が、いらっしゃいませ。ちょっとお待ちください。会社でどうですか？はい。ちょっとごめんなさい。年齢の方すみません。ですか？で、これがインボイスの関係でですね。あの、要するに、あの、業者ではありませんっていうちょっとになりますね。で、これが売り渡し書になりますので、はい、こちらに1万円って書いていただきまして。
ご住所、ご職業、名前、生年月日ですね。でちょっとこちら、保管のためコピーを取らせていただきます。住所今宿からでいいですか、こっちも。はい、大丈夫です。はい、じゃあすみません、あとですね、こちらに左手の人、左です。左手、はい、こっちの、はい、人差し指ここに軽くで結構でしたね。はい、ありがとうございます。一応利き手じゃない方っていうので、もう必ず人は利き手の方が左だ右だっていうののもなんかね、今だとこう利き手じゃない方なんですよ。今ですね、多様化してますからね。もうこれ絶対右が利き手だっていうののなんか書類で、古い概念だなと思いますけど。じゃあ免許証お願いしますね。はい、じゃあこの袋もいいですか、入れて。あ、これよかったらいいですか。はい、あ、なんか使われません。いいですか。はい、わかりました。はい、じゃあこちらのお回答になります。はい。ちょっと横を見てください。あ、どうぞどうぞ。はい。はい、で、もしGoogle などあれでしたら、うちの方の評価など入れていただくと大変ありがたいです。はい。助かります。ということはもうお買い取りでいいんですか。これですね。はい、PM PM ってことはですね、プラチナムで昔のってだけです。なので全然問題850ぐらいでになるんですかね。850ぐらいになるんですかね。PM しか表現されてない。あ、 PM850 ってなっとけばいいんですけど、あ、本当だ、PM だったらちょっと下がりますよね。